俺の名はエレン・エイガー。ヒ素の巨人の力を介し、すべての夢の民へ話しかけている。パラディドにある、すべての壁の硬質が解かれ、その中に埋められていた、すべての巨人は、歩み始めた。俺の目的は、俺が生まれ育ったパラディドの人々を守ることにある。しかし、世界は、マフラーを巻いてくれてありがとう。